三人の未亡人が。ストーリー、中山幸子。出演、大川康樹。三人の未亡人が落ち葉を掃いている。そこは片側に六軒ずつ家が並ぶ坂道で、未亡人通りと呼ばれている。もちろん正式な名前ではないし、古い地元の人しかその名前を知らない。未亡人通りと呼ばれるだけに、多い時は五人の未亡人がいた。六軒と六軒で十二軒、奥まった家を入れても15軒で5人というのは、未亡人率がかなり高い。一番しっかり者の未亡人は元学校の先生で、戦争でご主人を亡くした。年金のほかに戦没者の遺族がもらえる恩給があって、暮らし向きの心配もせずに済み、80歳を過ぎても毎朝元気にプールに通っている。ただ一つ寂しいのは、結婚した娘がスウェーデンに行ってしまったことだ。そのお迎えに住む未亡人はいつも笑顔のおっとりとした人だが、人の話を正しく聞いて間違いがない。なのになぜあんな早とちりばかりする息子ができたのだろうと。これはご近所の噂である。三人目の未亡人は元オペラ歌手で、若い頃は海外公演にもよく行ったらしい。お天気のいい朝はソプラノの発声練習が聞こえることもある。三人の中では一番お出かけが多く、白髪のおかっぱに赤いセーターがよく似合う。ある日、この未亡人がいつも使っているほうきとちりとりが道端に置いたままになっていて、掃除の最中に気分でも悪くなったのかと、ご近所さんが集まってひそひそと心配したことがあった。けれどもインターホンからはケロッとした元気な声が聞こえ、早まって救急車を呼ばなくてよかったと、みんなでほっとしたそうだ。ほうきとちりとりがなぜ道端にあったかは謎のままである。桜の葉、梅の葉、花水木にもくれ、油ちゃん、欅の葉は少し離れた佐藤さんのお屋敷から飛んでくる。イチョウの黄色い葉はさらに遠くの公園からだ。三人の未亡人が落ち葉を掃いている。おっとりした未亡人の息子はまた早とちりして、ご近所の奥さんを怒鳴りつけ、未亡人に叱られて謝りに行った。しっかり者の未亡人の娘は1ヶ月の予定でもうすぐ帰国する。オペラ歌手の未亡人はホームパーティーの案内状に、駅を降りたら地元のタクシーに乗ってお化け屋敷通りから未亡人通りに入ってくださいと道案内を書いた。